さらにこれから広がるんじゃないかなと思います。はい、今日は、スマートフォーム化、エアコンを iPhone で一元管理をするということで、スマートフォーム化の一環としてやってみたいと思うんですけれど、ネイチャーリモミニっていうのがありまして、これを使うとですね、ほとんどのエアコンはリモコンで遠隔管理をするといるわけですけれど、リモコンを使って、エアコンを、操作するのではなく、最近こういったデバイスがだんだん広がってきてまして、ネイチャーリモミニとデバイスを使ってそれぞれのエアコンを iPhone で一元管理をするということをやってみたいと思います。まずアプリをダウンロードします。ネイチャーリモ、これですね。はい、アカウントを作るところからですね、利用同意、プライバシーポリシーで、ようこそ、次が、名前を入れます。ネイチャーリモへようこそ、メールを送りました。でセットアップをして、国は日本でいいですよね。今回はネイチャーリモミニですので、はい、次に電源を入れると。はい、電源を入れたらば点滅し始めました。挿してください。電源を入れてからアプリの方を見ると、Wi-Fi の設定画面が表示されます。で、ここで、Wi-Fi 設定のボタンを押して、ボタンを押すとですね、iPhone の Wi-Fi 設定画面の方に飛びます。で、そこにですね、ネイチャーリモの、SID が表示されます。指示された、パスワードを入力をするということで、ネイチャーリモが 2.4GHz で iPhone がつながるということに、でそれがつながることが確認できたらば、でしばらくするとですね、親ルーターの方の 2.4GHz の SID に対するパスワードを入れろというふうに来るので、ここでパスワードを入れると親ルーターとネイチャーリモで通信をしていることが分かります。お待ちくださいということで、リモを、セットアップしてますというふうな、画面の後に、設定完了おめでとうございますというふうに完了画面が表示されます。次へボタンを押しますと、デバイスに名前をつけろというふうになりますので、そこで名前をつけて保存を、設定画面に新しいデバイスが、表示されると、新しいデバイスが追加されていることが分かると。そしてそこからコントロールボタンを押すとですね、コントロール画面に移っていきます。で、このコントロール画面のプラスを押すことによって新しい家電を追加することができます。新しい家電の、種類、例えばエアコンだったらエアコンを選ぶとですね、次に、新しい家電のリモコンをその該当の、デバイスリモに近づけろと、近づけてボタンを押せという指示が来まして、そのリモの、上あたりにかざしてですね、リモコンのボタン、例えば電源のオンオフとか、エアコンが見つかったというふうにメッセージが来ます。そうするとですね、コントロール画面に3つ目の家電が追加されるということに。ということで、ネイチャーリモで3台になりました。合計 3台ということで、3台の設定が終わりまして、ここに今1台ネイチャーリモが設置しました。1台はこれですね。はい、こうやって本体がつくわけですね。リビングのネイチャーリモはこれですが、これで、はい、こういう感じで、運転が開始されます。これルーム2ですね。ルーム2のこれスイッチを入れます。
これですね。そうすると、はい、こういう感じですね。運転が開始されました。で、今度は家電装置をクリックするとこうやって、コントロール画面が出てくるんで、オンオフをしたり、暖房とか冷房とかですね、それからあと風量ですよね、の設定ができると、あと温度ですよね、温度の上げ下げがここで設定ができる。それからさらにですね、オートメーションというところに自動設定ができるようになってます。で、ここで、朝と夜のオンオフを設定しておけばですね、夜は自然に切れて、で朝は自然に、スイッチが入ると、ということで、このネイチャーリモ、スマートホーム、だんだんとスマートホームがですね、本格的に、なってきたのかなという感じ。それぞれの家の中のデバイスがコントロールがどんどん可能になってきてる、照明もそうですしね、玄関の鍵とかですね、カメラセンサーとか人感センサーとか、単純にスマホの中のアプリだけではなくと、周辺機器と連携して操作がどんどんとできるようになっている。キッチンなんかにある設備なんかもですね、どこの機器がですねピッピッって言ってるのかが同じような音が鳴ってきたりする。で、それが全部スマホとか iPhone、iPad を含めてそれぞれがきちっと接続がされることによって、確かなコントロールが、できるようになると。そういうことで、どんどんこれからこの領域についてはですね、広がっていくんじゃないのかなと、ようやくなんか火がついてきたような感じもします。さらにこれから広がるんじゃないかなと思います。それではまた。